江間明正は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。飛騨国の国人、江間氏の一族。飛騨高原諏訪城主。天文4年、または天文17年に生まれる。父は、江間時盛とする説があるが、これを否定する説もある。忌名の、明の字は、室町幕府13代将軍、足利義輝より、偏忌の授を受けたものとされる。飛騨国州の争いは、越後国の上杉謙信と甲斐の国の武田信玄との間で、信濃国北部の川中島4郡をめぐる川中島の戦いと相関して進行した。加賀谷紀勢は永禄7年に、三木津ぐらい、地綱と共に上杉方に属したのに対し、一方の江間時盛は、武田氏の支援を得て、加賀谷紀勢、三木氏に優越した。これにより、加賀谷紀勢も、武田氏に帰属する。同年、武田氏により越中国侵攻での椎名氏攻めで、戦功を挙げ、越中新川郡、中地山城が、加賀谷紀勢に与えられた。その後、椎名安胤も、武田氏に振っている。しかし、甲種は、元亀2年に、松倉城の戦いで、上杉謙信に敗れ、松倉城には、上杉重臣の河田長親が入り、江間氏と上杉氏は所領を接することとなった。元亀4年4月に武田信玄が死去すると、加賀谷紀勢はこれを察知して、家臣の川上富信を通じて、上杉氏に信玄の死を伝えた。しかし、その書状で、上杉氏に詫びを入れており、武田氏との領属状態に止まっていたようである。また、天正3年6月には、再度上杉氏に詫びているが、翌天正4年に、上杉謙信の飛騨討伐を受けて、三木氏と共に降伏した。天正6年7月16日、先代の江間時盛を殺害する。時盛が武田家に人質に出していた弟の江間信盛を当主に据えようとしたためとされる。天正10年3月、甲州征伐により武田氏が滅亡すると、織田信長に臣従する。13後峠の13死の日天正10年6月、本能寺の変により、信長が応使すると、10月に、三木頼綱と飛騨の派遣をめぐって争うも、八日町の戦いで敗れて討ち死にし、高原諏訪城も陥落した。没年は48歳と伝わる。残った江間氏の家臣13名は、主君、加賀谷紀勢の後を追って、大阪峠で自害、地元民に葬られた。現在は、この大阪峠を、地元では、13後峠と呼び、13死の碑が建てられている。なお、後継者と見られる時勢などの活動が資料より明らかとなっている。岡村守彦、日田志向中世編、平山、ピアニッシモ、143から144、10月20日付、川上中司進宛て、川田長親書状を写し、永禄8年丑5月、武田信玄藩没、ハット ABC、江間家五貫録、卯月21日、川田豊前守宛て、川上富信書状、卯月21日、川田豊前守宛て、江間明正書状、6月24日、直江大和守宛て、江間明正書状、飛騨国知覧記。ありがとうございます。